ニュースポストセブンです。影響が広がっています。2度目の不倫が報道された上原貴子さん、自身が広告塔を務める高級スキンケアブランドルビに異変が起きています。これまでは SNS を通じて商品の魅力を発信するほか、沖縄店では店頭に立ち、肌に関するカウンセリングやエッセの施術も行っていたという上原さん。現地の関係者によると、どうやら7月はずっと休むそうで、8月以降の出勤も未定になりました。スタッフらも対応に追われているとかとのこと。広告塔としての役割は今後どうなるのでしょうか。